Welcome back to Dora Young Lion Lockdown. And we're going to go out here to see if the mob is there. But I think he is. And we got another night. One from back on. I'm so sorry. I sent that last message to the wrong address. I'm so sorry. Funny man. And we got an event over here. Let's go and see who it is. Okay then. ここにいたのか。何の用だ。スメラギ、一つ確かめたいことがあったんだ。お前、気候家とグルだったんだろ。突然何を言い出すかと思えば、レインがシャムロックの行動を把握していた理由を気候家から聞いたんだ。あいつはセブンの動向を自分がレインに流してるって言ってた。でも総務省の役人が一プレイヤーの情報をどうやって手に入れる。セブンは法に触れることはしていない。運営会社へ情報開示を求めるのは越権行為だ。だから運営会社へ手を回すよりもシャムロック内部にスパイがいるって考えた方が妥当だろ。そして一番適任なのがスメラギヨータ、量子能力学の研究者にして七色博士の右腕なんだってな。気候家はリアルでもバーチャルでもセブンの近くにいるお前に協力を要請して動向を探らせたんだろ。なあ、お前はセブンに忠誠を誓ってたよな。でもお前は気候家の手の者でもある。お前の真意はどこにあるんだ。セブンへの忠誠は嘘だったってことなのか。それは違う。確かに最初は彼女のことを研究チームの一員であり観察対象だと思っていた。だが彼女の研究への情熱を見ているうちに俺は心から応援したくなったんだ。気候家さんがやろうとしていたことは VR 世界の状況を把握すること、そして今後どのようになっていくかを見定めることだ。彼はセブンを通して VR 世界のありようを見定めようとしていたんだ。そうだったのか。だからセブンの実験が失敗に終わった今、もう俺が ALO にいる必要はなくなった。今後この世界にログインすることはないだろう。お前と戦って分かった。俺はセブンを応援したつもりで、あの子から大事な何かを奪っていたのかもしれない。今の俺は、そうだな、セブンが楽しそうならそれでいい。スメラギとデュエルした時、俺は本当に楽しかったぞ。そうだな。少なくともお前と戦っている時はこのゲームを楽しんでいたかもしれないな。俺はまたスメラギと戦いたいと思ってる。だからゲームに、この世界に残ってほしいんだ。考えておこう。ああ、言い忘れていたが、気候家さんから観察を依頼されていたのはセブンと。も、え？一体誰を？貴様だ、キリト。まあそんなところだろうとは思ってたよ。貴様とセブンが接触しぶつかり合うことで何が生まれるのか。あのおっさんめ。少なくとも俺もお前と剣を交えてみて分かったことがある。キリト、貴様はどこまでもこの世界に染め上げられた廃人ゲーマーだよ。はあ、知ってるよ。Well, I'll stop it here for now, and I'll see you guys in the next video.
バイバイ。